んにちは、トヨタマネジメント研究所のティムと高木です。これからどこに行きますか先生。今日はですね、2019年リーンサミットに、現地現物でリーンが世の中どうなってるかっていうのを、見に行こうと思ってます。どういう予想がありますか。多分経営的な部分ですよね。ブルーカラーっていうよりもホワイトカラーとか経営がどう変わってきてるかっていうのを見に行きたいなと思ってます。 OK です。楽しみですね、また現地からリポートです。共通の価値観があってみんなが同じ会話が、できるっていうところがやっぱりその来てよかったなと、だけどその TPS から比べるとそれはなかなかレベルね高いとか低いっていうのはあるけども、そうじゃなくてやっぱりこの共通の価値観っていうのがあるっていう良さっていうのを、感じましたね。ブドウで言うとみんな同じ道歩いてるんじゃないですか。それぞれのレベルはまだね、それぞれ違うかもしれないんですけど、結局その共通の言語ができてて、いい話ができる。日本よりもしかしたらね、共通の価値観できてるかもしれないなっていう気がしました ね、 そうですね。日本も頑張らないと。そうそう、Big Margarita, small thing for you.